舞台は瀬戸内海小豆島。昭和3年の春、海辺の寒村から岬の突端にある文教場に大石先生は自転車に乗ってやってきました。12人の1年生はすぐに打ち解けて、大石先生をとても慕っていました。ところがある日、先生は上級生が仕掛けた落とし穴で足の骨を折ってしまったのです。それがきっかけで先生は文教場を辞め、本校へ赴任することになりました。4年後、文教場の子供たちは5年生になり、大石先生は結婚。その頃、時局は上海事変へ進み、教師の中にも検索されるものが出るようになりました。ショックを受けていた大石先生もやがて退職することに。戦争中に母と娘、そして夫を亡くし、2人の子供を抱えて苦労を重ねました。終戦を迎えて13年ぶりに文教場の教壇へ立つことになった大石先生。生徒の母親の中にかつての教え子がいました。教え子は先生を同級生の墓に案内し、古い仲間たちを集めて歓迎会を開きました。二重四の瞳、原作坪井栄の紙芝居、始まり始まり。このお話は昭和の初め、日本が長く続く戦争を始める少し前の頃に始まります。瀬戸内海に浮かぶ小豆島の岬の先にある農産漁村の名が全部当てはまるような小さな村の文教場が物語の舞台です。この文教場に新しく若い女の先生がやってくることになりました。その小さな村は入江の細長い岬の突っ端にあったので、町や他の村に行くには小舟で渡るか曲がりくねった山道をテクテク歩いていくしかありません。子供たちは5年生になったら片道5キロ先の本校へ通うことになっていました。子供たちの履物は手作りの藁草履、1日でボロボロになってしまいました。村の子供たちは新しい女の先生の噂で持ちきりでした。今度のな、おなご先生、新米の小梅先生やと。大石久子よんやと。また女学校出での半人前の先生か。本校へ通う子供たちがおしゃべりしながら学校への道を歩いていくと、自転車が前からスッと近づいてきたかと思うと、洋服を着た女の人がみんなの兵にこっと笑いかけ、おはよう。風のように行き過ぎました。ああ、おなご先生じゃ。みんなびっくりしました。村には自転車もなければ洋服を着た人もいなかったのです。子供たちはびっくりしながらも珍しさから後追いかけようとしましたが、先生はあっという間に遠ざかっていきました。自転車に乗ってくるなんて普天間じゃ。洋服を着とるとは思わんかったな。1年生の教室で大石先生は出席簿を開きました。さあみんな、自分の名前を呼ばれたら大きな声で返事をするんですよ。岡田磯吉くん。くんで呼ばれるなんて村の子は初めてだったので、磯吉はびっくりして返事ができません。孫貴、早く返事せ。まあ、孫貴っていうの？それなら磯吉の孫貴さん。みんなはどっと笑い、次々に12人の子のあだ名を教えてあげました。教える方も教わる方も初めて同士、素朴な子供たちの二重視の瞳を前にして、大石先生はきっといい先生になろうと思いました。そしておなご先生はみんなに好かれていきました。ところが2学期が始まって間もない頃、
大石先生はいたずらっ子が掘った落とし穴に落ちて大怪我をしてしまいました。学校を休んだ大石先生を子供たちは待ちました。職員室の外の壁に寄りかかっている先生の自転車を囲んで、おなご先生、いつになったら来るんじゃろうかな。おなご先生の顔見たいな。待ち焦がれていました。半月経っても大石先生は姿を見せません。ついにある日、子供たちは、おなご先生家行ってみるか、みんなで。うん、行こう行こう。走って行って、走って戻ろう。みんなの心はもう大石先生の家に飛んでいきました。しかし、実は先生の家のある一本松までは8キロも先だったのです。たった一人、似たが、ついこの間、一本町より先の町へ行ったことがありました。ニクタ、一本町までどれぐらいかかったん？すぐじゃった。バスがな、ブーッとラッパララして一本町のところを突っ走ったもん。まあ、一つ考えちゃったど。本当は初めてバスに乗れてとても嬉しかったニタが、まんじゅうを食べるのも忘れて運転手の手元を見ていただけだったのです。大石先生の家に向かう子供たちは、初めは歌を歌ったりしていましたが、次第にその遠さに黙り込むようになりました。8キロは大人でさえ大変な道のりです。わら草履が切れて裸足になる子。足の裏には血がにじむ子もいました。ついに琴恵が泣き出しました。その泣き声につられて、みんなも泣き出しそうになっていました。その時でした。ブッ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 ブー。乗り合いバスがもうもうと砂ぼこりを立てて走ってきました。そのバスの窓に大石先生の顔が見えたのです。あら、あらあら、懐かしい声。ああ、先生だ。子供たちは夢中で走りました。おなご先生、大石先生。バスを降り、松葉杖に寄りかかっている大石先生。どうしたの？一体。走り寄ってその手にすがりつく子もいれば、その気持ちを抑えて立ち止まる子もいました。先生の顔、見に来た。遠かった。みんなで約束して黙ってきたな。一本松になかなかつかんので、琴やんが泣き出したところじゃった。先生、足まだ痛い？笑っているふりの先生の目頭には涙があふれていました。それから12人の子供たちは先生の家できつねうどんをごちそうになり、一本松の前で記念写真を撮りました。やがて子供たちは本校に通い、そして卒業していきました。年月は流れ、日本は戦争への道を進めてしまいました。アジア、太平洋の広い範囲で戦争するために一番必要だったのは兵士。日本中の男の人を兵士として集め、命を懸けて戦うことが名誉であると教えられ、信じさせられていました。この小さな村にも戦争の渦は押し寄せ、教え子たちにも召集令状が届きました。その出発の日、大石先生は一本松の記念写真を手に見送りに来て、小さな声で言いました。体を大事にしてね。名誉の戦死など死なさんな。生きて戻ってくるんよ。先生大丈夫、きっと勝って戻ってくる。生きて戻るなどということは大きな声でもう言えない時代になっていたのです。先生は涙を流しながら見送りました。その後長く続いた戦争は多くの人の命を奪い、1945年昭和20年にやっと終わりました。町は焼け野原になってしまいましたが、何より平和な世の中になったのです。戦争が終わった次の年、再び文教場に戻った大石先生は、昔の教え子たちの歓迎会に招かれます。
10人にいた子供たちは7人になっていました。貧しさから奉公に出され、その無理がたたって、胸の病で死んでしまったことへ、僕は兵隊になって戦争に行くんじゃと胸を張っていた竹一、炭鉱の忠、そして仁田はもういません。歓迎会に出席した磯吉は黒い眼鏡をかけていました。実は戦争で目に怪我をして帰ってきていたのです。誰が持ってきたのか一枚の写真が回されました。いかにも見えそうな格好で、写真に顔を向けている磯吉の姿に、隣のキッチンは心配そうに言いました。きっとは見えるんかいや、孫貴。目玉がないんじゃね、キッチン。もう何も見えんがな。それでもな、この写真だけは見えるんじゃ。な、ほら、この真ん中が先生じゃろ。その前に浦と竹一と仁田が並んどる。先生の右がまーちゃんで、こっちが藤子じゃ。それから磯吉は旧友の一人一人を人差し指で押さえて見せるのでしたが、それは少しずつずれたところを指していました。相槌の打てないキッチンに代わって大石先生は答えました。そうそう、そうだわ、そうよ。明るい声で答えた大石先生でしたが、その頬には涙が幾筋も流れていました。このお話の舞台となった三崎の文教所能間小学校田野浦分校は、子どもが少なくなったため1971年、昭和46年に廃校となりました。最後に学校を去っていった子どもたちは、黒板にこんな言葉を書き残していきました。みんなに負けないよう、田野浦の学校にいた時よりも頑張りたいと思います。愛子。本校へ行ったら大きな鉄棒で僕の力を試してみたいと思います。清。昔も今も変わらない子どもたちの純真な心と、何より戦争のない平和な世の中を大切にしたいものです。小説二十四の瞳は、第二次世界大戦が一般庶民にもたらした数多くの苦難と悲劇を、作者の坪井栄自身が戦時中を生きたものとして描いた作品です。戦争の終結から7年後の1952年、昭和27年に発表され、その2年後映画二十四の瞳が公開されました。半世紀以上の時が過ぎた今でも、数多くの人々の心の中に大石先生と二十四の瞳たちが生き続けています。